はい、こんにちは。ということでやっていきます。今回の役職は人狼はヴァンパイア、ダブルキラーイビルゲッサー、第三陣営がジャッカルシーア、村がシリフ占いナイスサイエンティスト、スター入れようかな。スター、黄色、名前が最初から黄色なんでイビルゲッサーの餌です。村の役職が4つだから、ま、2回ぐらいにしとこうか。スターがもしかしたら抜かれないかもしれないみたいな。イビルゲッサー温存する可能性あるんで、あの、撃たれてください、なったら。じゃあやっていきましょう。怖いです。録画しなきゃ。これだけ。ああ、待って待って、名前黄色くなったな。絶対これで違ったら、でもこれで違ってもなんかあるだろあいつ多分。なんか人狼でしょあれ。イベント入れんの？いた敵横いた。なんか黄色い人いたそこ。え、黄色い人いた？あ、どこ行った黄色い人。照明でわかんないや。うん、なし、輝くからこういう照明とかも率先して直しに。あ、直された。スターだからこういうの覗いて村に情報を落としちゃう。見つれ違ってよかった。なし、スターだろ。なじゃ見える。なんだこれ。見える言うのだって。なし、絶対なしだわ。黄色いってトーマス君がエンジン、インキャ。インキャもエンジン。逆だった。さあ、早くしろ。うえぇ、イリ、あれだ、最後の役職、ヴァンパイアな。イビル。名前黄色いの何これ。絶対村、あの、ディディ、こいつ、スターって、もうディディも話聞いてないんだよ。間違ってないんじゃないか、なんかこいつが黄色いやろ。なし、ヒマジン最後どこ行ったっけ、カメラ。ヒマジンさんは見てない、なし。いや、エンジンじゃん、あ、違う、え、ちょっと待って、私服者前ぐらいにいなかったっけ。え、いた。え、ヒマジンはでも見てない、え、わかんない。いや、いない。ミーティングから。まあ、当然といえば当然。いや、ヒマジンはミーティングから降りて、宿舎前ぐらいに向かった。え、これさ、ピンク作ってるわ。PP になっちゃうわ。大丈夫これ。ワンチャン剣族殺してる説もある。うん、まあ、わかんない。いや、もう、てか、その懸念言わなくていい。てか、剣族いるんで、PP でーす。トーマス君、剣族ね。え、いや、まあ、誰いるよ。え、ちょっと待って、イビルゲッサーいる、あるんじゃね。あ、イビルゲッサー、違った。あれが、シェリフあるから別にいいのか。とりあえず、コノ入れるわ。俺、元ナイスサイエンティストなんで、残り、占いとシェリフ。と、シェリフ。まあ、殺しまくれば、勝てます。スキップするか。頑張んね、俺が頑張んなきゃいけないのか。シェリフが死んでる可能性も全然あるし。お前しか、お前は頑張るしかない。裏どこに合わせてるこれ。炎に入れて。スキップじゃない？スキップでいいんじゃない？ええ、そっち？マジ？まあ、いいや、結局。ん？なんだこれ？ん？ジャッカルが村の味方知る？イビルゲッサー俺のこと抜いてくれなかったし。え、なんだったの敵を？俺なんでもない。なんでもない方は一般人。わあ、トーマス殺しちゃった。トーマス殺しちゃった。まあいいや。お前、神に行こう。いや、別にあと3秒で両方溜まるからいいや。カチ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 。ハハハハハ。でもヴァンパイアつけてるから、似てるんじゃないか。ジャッカルシーアか。忘れてたっけね。聞こえた、クソ笑ったわ。無理これ。いや、死ぬでしょ。剣族も死んだ。あ、やばいわ。そう、剣族も死ぬからやばい。だから、この隠れ続けないダメ、今のは。身に離れておいて、ちょっと間違えて殺しちゃう。お前さ、死体見張っとけよな、下の。いいよ。3人殺してんだから。え、あ、
あ、まじ、俺間に合わなかった、俺。え、何今の？ガン、まばばば、負ける！やばい、ちょっと待って、このままだと負ける。あれ、ちょっと待って。あー、101。待って、101だ、101だ、101だ。待って、101入ってくる。いや、でも、ボタン見張ってん、ボタン見張る必要ないよな、だって。ガン！いやー、間に合わねえ！もう、普通にさ、あの、ディディ、お前、危ないことしたよ！インキャン、噛めてないの？いや、お互い噛み合ったと思う、多分。だ負けたんじゃない、クリンクさん。投票あれさ、スキップじゃないの？投票クス、あの、いや、PP だったら村合わせ。いや、PP だったから。ごめん。あ、え、同数投票じゃないでしょ？え、じゃあ、村も人狼も、あの、スキップに入れて、同数になった結果的に。もう俺もうスキップでいいやと思って、もうスキップしちゃったもん。絶対そうだ。だから、黒のスキップでいいやと思って。どっちかが、どっちかがなんか、どっちかが誰かに入れたら、そうそうそう。どっちかが何か入れてたら、勝ってた。選挙の重要性、あなたの一票で結果が変わります。ちゃんと行きましょう。スタースター、スターしょうもなすぎるか。パン屋さんにしよう。あの、スタースターしょうもなすぎた。ニボさんもやりたくないよボサイズ。あ、今絶対お前涙流してるからインボスさん。もう暇人さん関わりたくない。暇人に関わりたくない。さあ暇人さんと一緒じゃなくて多すぎる。めっちゃ多い。ナシーヘルスかこのインキャー案件。いや多すぎ。あ、見えない。セナムさん多すぎ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 、マジで多すぎ。待って、通信妨害。あ、もうせっかくの役職なのに。役職来たと思ったのに。はぁ、あ、うわ、誰か死んでそう、これ。まあ、あれ、トーマス君が Not Vampire。 何直さないのベノム。いや、ヘルさん、ついてきて。何直さないのついて。おい、ヘルスかね、ヘルスか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 、なんで僕、なんで僕、なんで僕。いや、どう考えてもヘルスか、今のは。待って、誰も直さないの。誰も直さないの、マジ。何が起こってたの。いや、私は直さないから、頼んだ。俺ボタン前でタイプにしよう。ヘルスかね、ヘルス、ガチでヘルスか、出来おこを見てる、ヘルスかね。普通に誰かのヴァンパイアキルじゃないの。いや、ヘルスカだよね、出来おこりバドは。え、昇降機とミーティング上下してたバカ誰。え、いや、俺あれだよ、なんだっけ、上下してミーティングルームの上で。あ、え、てか暇人アーカイブ見てる。あ、見て、まあ一回言ってなかったから。アーカイブ見たから、クンさんヴァンパイアじゃないよ。いや、実はそれ、ごめん、途中から入ってきたからあれか、それなしです。ごめんなさい、言ってなかったです。なしなの？それでやるとあまりにもなんか全員じゃあアーカイブ集合してこないやつ人狼ですとかってできちゃうから。そうそうそう。じゃあルール違反するか一回。いや、まあいいんじゃない、知らないのはよくあることだから。まあヘルスカで、まあじゃあ一旦色見るか。ヘルスカ、エビルゲスだったら誰かできな。タブーキラーじゃない。いや、多分、いや、ノジャジャは関係ないよね。関係ない。なし、占いだよ。そこいなかったよ。なし、本当に占いだよ。マジでワンチャンヴァンパイアだけど、重なってたし、違うと思うんだよな。ヘルスカがやる。え、これ、ダブルキラーなのか、これもう一体は。なんか、あんまりそれについて触れてなかったけど。ディーディーとベノムさんの。どこで湧こうかな。よし、これでなんかいた感じにできる。ワンチャン金属死んでんじゃない。金属多分作れてなさそう。あー、ヘルスカだね。ヴァンパイアで噛んだんだ。おい、ガールズ通信壊れてるしよ。ふざけんなよ。
え、なぜじゃのさ、死って精査しないの？なんかしてないね。ちょっとした方がいいと思うけど、なんかなぜかしてない。なんかさっきもなんか書き消えた。なんかめっちゃラグい、これ。行こう。ちょっとごめん。で、ノジャ金属いたら死んでないかなと思って。いや、というよりノジャジャの死を精査、ね、ノジャジャの死を精査しなきゃいけないじゃないの。陰キャ転生が死んだんだから、ね、そ, それもそうだね、確かに。そうだね。ベノム先生いたの誰だっけ。はいはい、はい、コノデキョウコウアーケン、ね、なし。最初はデキョウコウは、まあ、ヘルスか。そういうことか。なんかじゃあディディじゃない。左俺入ってない通信室は。え、じゃあそうじゃなくて、あの女で殺したの。あ、俺は殺してないね。いや、殺してないねじゃなくて、まあ、DD が容疑者、何してた。途中で、いや、ずっと会ってる、全員と会ってる。明けさんいたっけ、通信室最初。最初はいなかったじゃん、後から来た。いや、なったから、みんなで通信の方行ったじゃん。あそこに行った。いや、なんか、アーケーさん、なんか、ノジャジャの血詰めないのとかって言ってたから、行って押しに行ったかな、ボタン。なんか、ちょっと変な気がする。でもね、ノジャジャね、あの、私たち方面に来てるんよ。あの、キッチンとか、あの武器庫から降りてきてるんよ。多分、エンジン脇のキッチンらへんに来て、だからそこらへんの人が犯人だと思います。キッチンに、確か6人くらいいて、いた。俺もいたし、暇人、アーケンあたりもいたし、みんないて、うん、で、その後に、通信になったから、全員で行こうとしたけど、俺はヴァンパイア怖かったから、後ろの方にいた。で、その時にノジャジャいなかった。だから、いや、違う、だからそうじゃなくて、その、なんだろう、通信になった時にノジャジャも一緒に別の方向に逃げてディディが殺したって考えるのが普通じゃないの。ね、アーケーさんに会ってる途中で俺ずっと動いてなくて、途中からアーケーさんにつけられてた。ん？それ先に言わない？最後の段階。それはとりあえずディディって違ったら、まあまあ別にディディ占い、何もう開示してもいい。占いだったら開示してもいいんじゃない。うん、ディディ役何かな。まあ占いではないね。まあしょうがないかも。あんまりディディ占って黒とかだったら全然いいと思うけどな。出てきて占いダメかな。いや、まあまあディディつるムードだし、別にまあいっか、占わなくていいよ、まあ、むしろこれでディディ違ったら、まあアーティン。え、なんで、うん、シリフ通報。クンさんかっていうか、クンさんかな。シェリフか。え、シェリフか。最悪。悪すぎる、マジで。扉閉まんのせ。なんで死んだ？なんか今死んだくね、誰か。あ、デキさん死んでるわ。まあ、アーケンさん釣りでいいんじゃないかな。いや、奥た、あ、役割です。だとしたら、じゃあ野じゃ誰殺したってならない。だってなんかアーケンさんからディリーの証言が出てないのが分かんない。そこ相互の証言が出てなかったのが分かんなかった。いや、あったはあったけど、ディリーの白を証言できるほどもうすれ違っただけだから。ひまじんさんはその後どこ行った？俺ちなみにアーカイブずっといた。で、ルール違反を犯した。あ、そうだね。だからクンさん役になさそうだな。犯した、ひまじんの犯した罪をベースに言うとおかしい。なんか良くないけど、もう出ちゃってるけど。アケさんの役って何？まあ、ミーティングとセリフが落ちてて。これ何が、そういう必要ある？いや、まだ、待って。いや、だってまだ意味できてる。2だよ。なんでインポスター2人いや、わかるけど、結構、なんかアケさんの。だって今更さ、役職出ても語りでさ、語りって言って信用度ないわけじゃん。ないよ。トーマスは何してたんだっけ。だけど、これめっちゃアーケーさんする番面だから。アーカイブで暇人と一緒に湧いて、ラウンジ貨物、診察、電気、セキュリティ、キッチン、武器庫、通信室で、俺以外誰も触ってなかった。通信室。じゃあ武器庫の下に行って、そっから分かんないんだよな。デキョコ、デキョコ？デキさん、これなんで死んだ？これ脇位置で。左にはいない。キッチン武器庫、通信、コックピットにはいない。役は開けさせたいの、このなしは、まあ、いや、意味ない。暇人は何ボタン、これは。これ一応さっきの、いや、リリーがシリフだったってことだから、もう一回、
話した方がいいかな。いやこれ入れなきゃダメだよ、入れなきゃダメだよ。アケンさん、このいやいや、アケンさんだろ。いや最初の殺しに囲われるのアケンさんしかいない。いや最初の殺しに囲われない。いやこれゴリ押し。え、もうち、いや無理だ、もう勝てない。無理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 、奥、まあ、無理だ。もう俺が入れても入れなくても一緒だから入れなかったけど、多分村だなこれ、多分村だぞ。いやーなんかディディの件何も言わなかったのが、なんかちょっとってか無理って感じだったな正直なんで言わないのかもよくわかんないし、あー負けだ、終わりだ。トーマス君、ヒマジンさん黒臭いな。何で俺、お前だろどう考えても。何でお前止めやん。あーいる、どうやって殺したんだどうやって殺したのこれ。俺さ、通信室でさ、トーマスくんかなしかもうと思ったのよ。危な危なかった、危な危な、それはなしも思ってた。当てなすってなんだむずい。再生数が伸びないようクルメイト連打されたら、キッチン脇は僕とくんさんとのじゃじゃです。でのじゃじゃが多分直してる。もうのじゃじゃじゃん。あーもうダメだ、タスクないのになんかタスクやるふりするってやクソわかるわそれわかるわ、ね、あ、直そう直そう直そう、なんであいつ直さないの。なし、はい、ちょっと待って、今すっぽんやってる。はいはいはい、待って、秘められた。いやこれうまいことこの能力を使って、あーマジか。え、なんで殺されたの。あ、ヴァンパイアだ。ベノム、ベノム、あれ、ベノム、あれ、やっぱ俺の声、え、あー嫌だな。え、ベノム、いや、ベノムひまじ、ちょ、お三人全員喋ってるだけじゃねえか、これ俺があれかと思ったわ。俺がなんかこう、みんなの声聞こえないのかと思ったわ。なんだこの空間、動いてるんですか。あー、死ぬ、絶対出るし、絶対出るし、おい、なんでついてくんだお前。あ、いやいや、普通に下にいたくなかった。だからもう、どう考えても下にいたくなかった。あけさん、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 ちょっと待って、やだ、あけさん、占い、あ、え、あけさん、え、あけさん今噛んだ。噛んでないよ今。いや、あ、今ラウンジに死体がありました。え、あ、ないっす、死体すけあるならめっちゃわかりいい。ちょうど今でそれを通報手一歩手前ぐらいでコンサートした。ラウンジで誰かが噛んでる。で、あけさんってのはなんで。別にあけさんが前歩いてたから見ただけで。もう、まあ、違うかも。え、もうアーカイブとちょっと境目でも、アーケンさんが俺噛んでない、アーケンさんが俺が噛んでないのが分かるよね。うん、アーケンさんは下見てるんだよね。見てない気づいてない。だから俺アーケンさんって言ったけど、なんも、え、何みたいな感じだったから気づいてない、この人は。じゃあなんか違うような気がして。下でさ、なんかベノムとかいっぱいいたじゃん、ヒマジンさんとか。あれは何人ぐらいだ。ヒマジンとインキャとヘルスカで湧いて、ヒマジンは絶対上に行ってない。行ってないで、最初アーカイブに置いたのが俺とトーマスくんと、あったらっけ、うん、ヘルスカかな。下は下でアーカイブあたりに。あ、下脇だよ。ん、何から来たのか。ヘルスカも俺と、俺とディディがアーカイブで湧いて下から、ディディさ、昇降機一回戻ったよね。一往復したよね。右から敵をかな。で、アーカイブの方には行ったよね。たら行ったけど、奥から行ってない。俺ベノム、デキヨコ、ヒマジン、ヘルスカは違うな。映ってんのかな、俺。下の位置がどっかわかんない。え、ディディその後どこ行った。そのアーカイブ、俺その後はシャワー室行って、メインホールの一番右の右上の部屋。多分ディディシャワー室いたっけ。通っただけ。どうなっちゃって、どのルート覚えてないな。いや、私あの照明あるじゃん、あの、うん、最初、いや、アーカイブでディディと会って、で照明直して戻って、証拠機渡ってミーティングをしてるかな。脇はどの辺。脇
今めっちゃ言おうと思ってるんだけど、頭がおかしくなってる。一緒に湧いた人いないの？一緒に湧いた人いたっけ？トロワキ湧いたんだ、私は。ちょっと待って、ね、もしナッシーが初動で死んでるんだったら、できる子はラウンジ側から来て、まあ、右には行ってないはず。初動でやるんだったら、まあ、俺は一応行けるかなって感じだけど、もうそれはさすがにラウンジ、アーカイブ脇の人が気づくくない？だいぶわかりやすいですよ、あって俺見たけど。これ湧いたんだけど、私マジで。結構すごいな。わかんな。全然見えない。でもこれ、普通にヴァンパイアじゃない多分。この感じ。あー、難しいよ。あ、違うわ。紙じゃない。これ、ヴァンパイアだ。俺、でも俺の供述合ってるでしょ、これ。ヴァンパイア、どこら辺で死んでたん？いや、これ、ヴァンパイア、あ、ヴァンパイアで、あ、ちゃんとベンジュン死んでんねん。ベンジュン、じゃあ、ベンジュンで、あ、じゃあ、ベンジュンで殺され、ベンジュンにつけられて、ここで死んでんのか。誰だ？そうだね、そうだね。誰がいた？デキホじゃないの？じゃあ、デキホじゃねえな。とりあえず、ヒマジンはヴァンパイアじゃない、絶対。ヒマジンも上行ってないし。あれ、俺らアーカイブ見れないのか。見ちゃダメだな。回収するわ。ヒマジンの城だけをずっと取ってよ。ヴァンパイア。なんでだろう、なんだろうな。じゃあヘルスカかな。でもなんか、にしてはおかしいな。多分すれ違ってるような気がするんだよな。多分すれ違ってるから、シャワーにいたやつ。だからまあ、ディーディーあたりじゃないかな。武井さんの壁はヴァンパイアでした。いや、アーカイブからシャワーに行った人、なんか最後の方シャワーに行った人って誰？俺はもうアーカイブにいるから違う。5人もシャワーに最後いたの？そんなにいなくない？いや、最後僕アーカイブ。あれで、ナッシーが死んだターンの話だよ。そう。最後の方にいたのはマジめちゃくちゃいます。最後の方をアーカイブからシャワーの方に陰キャ転生がいたって言ったけど、陰キャ転生いないんでしょ？まあ俺はそのだから最後に上に上がったからけど、ほぼずっといてる。で、あとはディーディーと誰？ディーディーとすれ違ってないんか、それ。俺はディーディー見てない。100覚えてない。俺も覚えてない。ちょっと待って、待ってさ、アーカイブからシャワーに行った人ってディーディーと誰？なんか無限にいたよ。無限じゃなくて誰？インガ転生とか暇人とかじゃ。暇人はメインだから。だから違うんだって。だからインガ転生違う。暇人はど何してるの？だから。これはシャワー室とメインホールダーみたいな感じ。マジは絶対しろ。絶対違う。じゃあ、ディーディーなんか無限にいるとか意味わからんこと言ってるから、こいついいんじゃないの？なんか意味わかんなくない？マジでいっぱいで。でもいっぱいで、誰がいるの？最初でしょ？上から下に降りた人は誰？じゃあ誰？じゃあ、照明とかじゃなくて、誰と一緒にいたか教えて。いや、俺は一人で歩いてて、ところどころ。だからどう無限、意味わからん、こいつでいいし。アーケンさんって上から来た。アーケンさんって上から来た。どこから来てるよ。いや、アーケンさんって上から来た。アーケンさんってアーカイブから来た。だったらディーディーだって、昇降機ね、一回、恐怖しても、よくわからんからな、こいつは。エンジンルーム殺されると思って、ちげえわ。いや、アーケンさんもちげえじゃん。気がするけどな。アーケンさん、ヒマジンベノムあたりもできるでしょ。いや、できるとかじゃなくて、そうじゃなくて、いや、3人全員取ってるから、3人全員取ってる。違う、ラウンジアーカイブシャワー室に行ってる人は誰って言って、無限にいるとかって言ってるけど、誰一人いないのが、もうなんか、そもそも嘘というか、俺ら黒塗りし始めたから話かも。そもそも嘘じゃん。さすがにここで俺ら、俺ら上に上がってないから、シャワーで止まってるから。俺がアーケンさんと一緒に上に上がったから、あそこで。絶対、俺。まあ、いや、まあ、DD アーケンで、傀儡じゃない？多分これ。おそらく傀儡だと思うけどな、ヴァンパイア傀儡でしょ、これ。なんで、マジお前。なんだ、無限にいたって。なんなんだ、お尻ぞ、お尻行くわ、これ。やばい、無限にいたってどういうこと？何あれ。いいよ、そんなに。なんで無限にいたって何だったの、お猿さんの。無限じゃなかった、全然無限でもない。有限だったし、ディーディーしかいなかったでしょ、そもそも。マジは絶対大丈夫だ。絶対違う。もうじゃあ、ディーディーが無限にいたって言ってるけど、その誰かなんでしょ、多分その無限の内容を全く言わなかったけど。誰かいたっけなぁと。マジでベノムさんは違うって言い出せるし、ユンケさんも違う。
どこ空きなのこのさ、誰とも会わなかったえ、でも会ってないと思う。診察ヘルスカいたよね。もうそれがやばい。ヘルスカ診察、いや最後の方ヘルスカ診察いたよね。診察電気クソトロールしてラウンジ通ったんじゃない。僕電気室にいました最後。あってことはその周辺いるってことでしょ。いや、いるかもな。やばすぎない。貨物で湧いた人が出てないから、シャワー室から行った記憶がないから、私貨物湧きなのかも無理そうだけど、結局いや、精査する必要がある。結局、あと2キルされたら終わり。だからもう占いがギリギリ出て1人釣るぐらいしてもいいかも。出ないとベノムさん、ありえない、ありえない、ありえない、ベノム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 ない。見てんだろうな、もうだったらコウさん、もうそんな、それでワンチャン白確定つらいだったらもうコウさん入れらんねえよ、正直。入れらんないか、無理だ、わかんねえ、俺ちょっとわかんねえ。いやでも、いやスキップは良くない、多分入れないよ。いやもう、なんでしょ、これで。ディーディーやばくない、無限にいるって。ディーディーやばかったな、ちょっと無理ですね。だいぶ質問があるぞ。もう永遠に暇人と言うんだけど。そうそうそう。マジ違うんだよな。これなんかやばいくないか。オッケー、陰キャ転生殺した。陰キャ転生がアーケンの死体の隣に来ました。はい。俺が？どうせ三人がこれ、これヘルスカです。これヘルスカです。最初から嘘つけてる。これはヘルスカです。あ、最初陰キャつっても僕白だって分かればいい。俺先ヘルスカだろ。え、ヘルスカが通報する意味ないから白で陰キャさんで初動の規定ではないんだろうな、陰キャのせいで。だとしたらボノちゃんも違うんでしょ。初動キル普通に出来起こってこと。じゃあ、いやマジでないけど、ベノム陰キャは違うの？黒同士で繋がってるだけ。ベノム暇人陰キャ転生って繋がってなかったっけ。ああ違うかそれ。ほら上から来たんだったら、え、ノジャジャもいなかったし。上ノジャジャも証言は出てない。あんまりヘルスカは違うんでしょ。じゃあだ残りデキさんじゃない。デキさんがヴァンパイアで陰キャさんが今噛んでじゃない。これ村はってない。いや PP はない。いいんじゃない。あったらもう宣言しても。だって四人外だったら普通に負けてるでしょ。言わないってことは、うん、多分なんか通報多かったから金属作れてないとかなんじゃない。陰キャ転生でいいんだよね、ヘルスカ。陰キャさんからでいいんじゃない。ここでヘルスカ通報意味ないっしょ、さすがに。うん。じゃあ村は陰キャ転生で。まあ敵横だろうな。敵さんヴァンパイア。ヴァンパイアじゃない。押して切っていいの。すれ違うと。でじゃあ上は行って殺せんのが残りデキさんぐらいじゃない。だって新年図でヘルスカがクンさん。全然俺ベノムさんとヒマジンさんの。いやいやいや、ありえない。いやこれは無理があるっす。デキさんそれは無理があるって。インキャさんも上に行ってないんだもん、そもそもシャワー室。あ、そっか、インキャさんが見てんのか。まだ剣族作ってないってこと。え、インキャさんが見てるってことからこそじゃねえけどと思っちゃうけどな。普通に黒噛んじゃったってこと。インキャさんそんなことないよね。え、わかんない。いや、陰キャさんが剣族噛んだ。それは俺だって元パン屋で、俺元パン屋。剣族噛むとかはあり得る。あ、陰キャが剣族ってこと。俺剣族にそう。え、クンさんが結構話回さなかったから。は？え？え？意味なくないそれ。え、ここ血が出て、あ、やばい。あ、ヒマジどう見えない。ヒマジいた。ヒマジ見えない俺。あ、見えた。あ、敵横が生まれた。違う違う違う。おお。敵横やん。頑張れ。やったー。あぶねえ。強い。あと2秒だったのに。え、最初の殺しガチ陰キャ転生？え、違う、デキオコ、デキオコ、デキオコでしょ。デキオコ噛んで降りてきたけど普通に黙ってた。え、デキオコ剣族作った？いい感じ減らせるでー。多分デキオコが、デキオコが無理やり。え、もう剣族も無理やり作れるんだろ今。これ。
全日本はしごオリンピック開幕中です。なんだこの段差、あ、この段差飛び越えねえんだ。段差が飛び越えれない。俺セリフでずっと敵を殺したかったのにずっとクールたまんなかった。あー、まあそれはしょうがない、ね、にゃあれあれデデいるの。あー見えないやつだ。あー誰も見俺今もう永遠にトーマスくんとトーマスくんの視界を見てる。あーだめだ見えないやな。こういうの固まっといた方が強いんだよな。パパヤだったら終わりますけど、ね、ペット眺めたら見れるようになるとかない。前ねなんかペット触ったらねあ出てきたってなったりするんで。そろそろいいのでは。ハイガルを使えばいろいろできるんだ。そえほう、ラッシーとトーマスは絶対白を出せる。違うね、この5秒前くらい、5秒前くらい大体。うん、5秒前、そんな速攻で勝てる。5秒前なら、5秒前で違う人なんだっけ。デキオコも違うか、野田とかデキオコあたりも違うんじゃない。マジンさんマジンさん、あとエンジンマジンさん、え、ちょっと待って、脇とかどうでもいい。その直球のやつ。ひまりさん、占って黒です。ひまりさん、占って黒です。ひまりさん、占って黒です。さよなら。さよなら。今ので察しろよ、イベルゲスターは。こいつが今余裕こいてたんだったら黙らせりたるだろ、こいつを。こいつ、さよしよ。こだすことができただろ、絶対に。2回占いできない、人気は。1回だけ一回だけ。早く殺せ。はい、俺はナイスサイエンティストで、普通にカメラ見てて、カメラ見てて、ひまいさんが勝ってたのを見てて、占い師に嘘ついて、今 DT 俺に打ちました。はい、俺で人狼二人死にました。さよなら。すごっ。イージーウィン。ふざけんな。ふざけんな、ガチで。あ、待って、これ、役職も明かした方がいい、多分。さん、スーダン。はい、行って、役職行って。はい、あの、うるさい、役職行って。バンパイアです。で、役職。バンパイアです。待って、暇し、え、もう、行って。これ、ミュートにした。はい、ミュートにします。暇しさん、ミュートにします。パン屋はヘルスカってことなのかな。ヘルスカ、パン屋ね。はい、他はシェリフは。はい、シェリフ。はい、他はデキさん。他はない？他はないか？ないね。え、ちょ待って、こんな役職少ないか？なんか変じゃない？え、なんかあの、透明になれ。え、ナイスさん、占いがいます。え、違う、あの、ちなみに俺が占いね。待って、脅威なやつから占う。トーマス占うわ。トーマスは眷属だね。多分このまま死ぬ。あ、じゃあなしじゃない？なんで？え、じゃあこれベノブさん聞こえなくない？あ、いいよ。じゃあなしだよね。はい、じゃあなしでね。ちなみに僕パン屋さんです。あ、元パン屋ってこと。元パン屋ね。はい、オッケー、了解。よし、鳴らしてこい。俺通信行ってくるから。俺も仕事終わってるから通信行ってくる。デキョコも来て。あー、そっちか。俺向こう側行くわ。そっち行ける？これあ、いる。やれ。え、やらない。ちょっと待って、左にナッシーいるからね。ナッシーいるからね。あ、忘れてた。みんな私なんでパッパヒカって違うって、咲いたんじゃないの。弾け飛んだんでしょ。いや、よかった。あの、なんか、どうしよう。よかった。危ない。俺、トーマスに殺されるとこだった。なんか今日おかしいかも、私。ナシを釣るのか、トーマスを釣るのか。ナシ釣ったら俺も死ぬ。ナシ釣ったら、だって、剣族は別にヴァンパイアと一緒に死ぬから。はい、じゃあナシ釣るなら。ナシって確証はないんじゃないの。いや、もうナシがあーって言ってる。ナシしかいない。
って言ったベノムが死んでるから、なんでベノム噛んでんのね。そう、唯一、なんか、あ、こじつ、あ、そっか、ベノムが唯一、そう、なんか、もうジャッカルさん諦めた方がいいんじゃないですか。もう諦めた方がいいよ。まあ諦めない。私パッと光って散ったとか言っちゃったんで私です。ああそっかそっかパッと光って。もうダメだ。おかしいよ。最初の1カメで全てが終わる。たった1カメで全部終わっちゃったらもう本当に。そんなことある。本当に全部終わった。なんかガチで全部終わったじゃんもう。直すのもったいないんだよな。単純に下手くそ。あってきた。うん。無理じゃん、このさバレてるから。わあ、殺してください。もう殺してくれ。殺してくれ。解釈するか。殺してくれー。まあ普通にコウさん釣ってからだけどね。いや、ちょ、アーケーさん釣ってからだけどね。あ、そう。念のため。ワンクッション挟むんだ。さよなら。釣られてた。なんかやばかった、なんかもう。大連鎖。こんなこと許されていいのか。嫌だったら言わない。あ。ヒマジンさんの。肥料をね、ただカメラで目撃してそこで終わらせない。占い師を語って、もう一人殺すとこまでしっかりやれて、初めて死んもらうんだ。お、なるほどね。よろしく。全然なかった。あえて宿舎前通路に湧くことによって変化を見出す。やはり壊れてる、これ。やはり壊れ。やはりアマンガーさん、確率が壊れています。Hey you. Hey baby. What's up, bro? あ、なに？ Bro. できないから。いや、俺。バイタルを見ます。俺電気室の亡霊になるわ。バイタル見ていいんだっけ？いや、わからん。え？マジンがここにいる。マジンいる。マジで。俺はアイムクルメーター。え、待って、止まらない。止まらぬアラーム。あと何秒？まだある。おい、マジで？俺はどんだけ42163を入れればいいの？誰かが逆に死んでることにかけるしかない。いや、みんなで行こうよ、これ。ちょっと行きたいだけでも。いや、お前、ビビるんだ、コノさん。いや、コノさん、ビビるんだ。ビビるんだ、君。ビビるの？俺ら、全般になることある、これで。だって、直さないことあるでしょ。直すでしょ。大丈夫だよね。大丈夫だよね、これ。もう入るくないだって。これ、ケントクにした、ケントクにした。あ、終わった。全固め、全固めされた。もう。かぶっちゃう、かぶっちゃう。もうこの速さ42163の。え、右側ぜ、え、やばくないこれ、左側。やばくないこれ、左側。え、待って。わーお。バルル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 ル俺ずっとやってたんだけど、バカすぎ。で、治んないのは俺らのせいじゃない。俺らじゃないよ、だって悪くないもん。で、耐久しよう。もう今さら言っても遅いから。今さら言っても遅い。もうコンさん、もういい。もういいよ。バイタル見よう。バイタル見てみよう。見てみよう。終わるこれ。死んでる。死んでる。これさ、俺らのせいか。だってさ、でも通報入んないのおかしくない？これバンパイア、ああああああめっちゃおもろい、今のめっちゃおもろかった。くそほどおもろかった。死んでる。マジか、サボタージュでヒマジンコロ死んでる。ベノムも全部やられた。誰かが直せ。
よなって言いながらずっと探求してて全部やられた。一瞬パズル見に行こうと思ったら死んでるーってなっていや俺ギリギリでギリギリで海外になっちゃった。俺なんか通報ボタンあれはマジで完璧だった。そう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 、よくよく作れたなそれマジで死んでるめっちゃおもろかった。マジで笑った。めっちゃ助かる。これあれだ、電気室シャワー室のやつだ。おお、その反応はお前白い。お前を信じよう。やばい、マジでクルーしかしてなくない。インポスター一回もいない。あー、人狼の思うようにさせないぜ。俺がいるからにはな。アーケンさんとアーケンさんのじゃじゃと接触しました。え、あったです。何が？あ、バンパイア？俺アーケンさんにつけられた。ごめん。オッケー。暇人、暇人、かわいがる、かわいがる、これで、あれだ、暇人、かわいがる。メインホール誰もいない。コノがいる。え、コノどこ直してんの。あれ、え、何も停電待機であれ。電気待機しまーす。待って、もう一個。あーくさ。おい、可愛がれないわ、クンさん。なんか拒絶してる、俺が。おぉ、暴れるね。な、ノットなし。ノットヘルスか。あ、クンさん、メインホール脇で、電気っす。これは、エンジンルームにいまーす。止まってる。これ、ボタン死体通報。死体通報、だから情報を聞きたい。え、どっちの死体、どっちの死体、どっちの死体。トーマスの死体、いや、わかるでしょ、それは。場所どこ？じゃなかった。情報を言わない人は、俺は貨物脇で、俺とインキャーエンジンルームで、その前にアーケンさんとすれ違ってキッチンでヘルスカとか言ってる。俺はうんうん、ね、ナスクが照明直した展望デッキで、北前通路のジュジャーアーケンと一緒に湧いて、俺はそのまま下に下がってエンジンルームに。で、ナッシー暇人で電気室まで行って、その後あの左からクンさんが合流してきた。いや、俺ずっと暇人と一緒にいたよ。ベノムさんは？あ、そうなんだ。でもメインホールではね、ずっとではなし。ずっと一緒にいた。いや、ずっと一緒にいたかったが正解か。可愛がれよ、早く俺のこと。キモい、キモい。キモい。早く可愛がれよ。え、デキオさんは？俺だから貨物してる相手、ラウンジでトイレの助けやった後、停電が起きたからアーカイブ行こうと思ってたんだけど、引き返して貨物してる直そうとしたら治って、消防機で死んでたよ。そのまま死んだんですよ。証拠敵さんか。だから俺がめちゃくちゃ黒いけど違います、マジで。なんでわかんなんでわかんのじゃん。なんで今の言わなかったの。下言わなかったけど今ずっと。何が？え、なんで黒いって分かってての今。ん？え、だって言ったじゃん。え、昇降機で死んでるって言ったじゃん今。最初に、ああまあ分かんないや。しかしトーマスが貨物室で湧いてたから、まあ俺黒いよなみたいな。え、言ってるじゃんそれ最初。え、言ったやん、貨物室で湧いたって。なんだ。俺が貨物室で湧いたってたら、真ん中にいるこのディーディーとか茶色いやつがかぶせてきたんじゃ話。俺のこの大事な話を聞く前に。こいつが一番黒いよマジで。いやいやいや、一緒にいました。俺が証言するのを分かっててかぶせてきた。ヘルスカは？ヘルスカは一緒にキッチンにいる。展望とか。クンさんは分かんないよ俺。いや違う、俺ずっと一緒にいたって。マジンとずっと一緒にいる。普通にマジでずっと一緒にいる。なんだこいつ、なんだこいつ。いやいや、ほんとほぼずっと一緒にいるじゃん。絶対俺に見てるんです。ほぼずっと途中から途中から。え、ずっと一緒だよ。俺暇人とずっと一緒だからね。おマジでしょうもねえわ。なんで俺何もしてないのに、俺ほんとに何も、ほんとに何も、ほんとに何もしてないのこの際。クソもんねえマジでこのゲーム。あ、もうなんか嫌がらせしたろ俺。クソもんねえから俺。一緒にサボタージュ使いまくればいい。あの、俺サボタージュで死体の方に行くようにすれば。これ湧かないんだよね。神の御心のままに。神様？いやまあ、次の社員さらったのもいいや。よし。あ、待って。あ、え、のっちゃん、えもちゃちゃ、メインホール。俺、貨物脇。すれ違ってる。
ラウンジアーカイブで直しに行ってる。キッチン割って脇で電気室まで。ディディ名前は？が診療まで走るのを見た。ディ名前は？これヘルスカじゃない？ヘルスカつんない？じゃあヘルスカ行きましょう。つけやりましょう。ヘルスカやりましょう。名前は？名前って待って。やりましょう。いや大丈夫。いや合ってる合ってる。これ PP。でもこの後ピーピー。お前が最初に言い出さなきゃダメなんだよこれ。合ってないか。ごめんマジでごめんマジでごめん。俺だってお前かもしんないって言うから俺も分かってたけど言い出せないじゃん。合ってた合ってた。はい。よし、まい。ああ、人狼はかかった。まあいいんじゃない。とりあえずヘルスカも入れる。まあ。ナイス。次さ、ベロムさ、ベロムさ、俺のさ、はい、ちょ設定さ、渡すからさ、ちょっと次ホストやってほしいんだよね。なんかね、俺リスナーが今見てたらしいんだけど、クルーメイト率 40% 超えてるらしいんだよね、はい、やばっ。ちょっとじゃあ今から立てますか。おー、クーさん黒ー、うん、クーさん黒引いたか。結局意味ないですかね。よーし。ああ、もういきなりこんな、もう意味ないってマジ。もう、あ、いや死んだ。もうクーさんを殺すという手に出たの。これ嫌がらせだろやってんの。クーさん白だね。あったけ退出した。退出した。次から人狼ジャッジメントシステムにしようかな。もう卒死んだら前もやめまーすみたいな。もうああ、ハイソンハイソンって、ハイソンハイソンってやつ。懐かしいな。殺し行くわ。だってまともな議論起こらないもん。殺し行くわ。めちゃぶっ殺し行くぜ。明らか違うくない？なんか明らか違うくない？これ連チャンで引くとか絶対なかったよねこれ。なんか明らか違う気がするね。なんかこういうのになる確率が。このゲームで一番バレない場所、それはどこか。そう、セキュリティームの一番下です。男、よろしくお願いします。セキュリティームの一番下がバレない。え、これ、いや俺グルメで引かなかったのよ、結果的に。叫んな、ふざけ、来るな。ひまじんさん、別に役職っていう意味だよ。ひまじんさん、まあさすがに。さすがにそんなことしないよ。まあ可愛がってくるね。キッチン。あ、コノさん。はいはい。え、なんでコノさんそこでさ、立ちつこうの。あー、なんで。は？あ？ああそういう感じ。んだけど。何やってんの？何してんのこいつ？もういいや、私は心を鬼にする。パタ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 。見えない。最悪だ。ハケさんが渡ってきた。ハケさんが渡ってきた。もう噛むぞ。ら。あ、噛んでる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 。コノちゃん噛んでる、コノちゃん噛んでる、コノちゃん噛んでる、コノちゃん噛んでる。こっち行くよ、こっち行くよ、出る向こう見える。本当に噛んでるじゃん。お前先行け、お前先行け。あと80秒、頼む、誰も来ないでくれ。ちょちょ、コノさん反対だって。なんでそっち見んの、コノさん。左左見んの。来てる。やだ、え、くねるくねる。これ3人で行ったらいけんじゃねえ、ワンちゃん。あ、3人で行く。ベロム捨てて3人で行く。もっと先を見る、もっと下、もっと下、もっと下行く。もう。前で赤字で待ってたやん、俺ら普通に。ダブルキルしろ、ダブルキルしろ、ダブルキルしろ。よっしゃ、やっば。全部殺した。怖っ。俺らが対岸から見てる。俺らが対岸で、対岸の火事見てるだけだったのが悪いよね。3人で終わるかと思った。何も数えてなかった。やばい、てか俺ら普通に待ってたのになんか噛まれたからね。マンサーモード入った。
うん、人気のないとこ行かない。5分の3ぐらい。ヘルスカに殺される。まあでもまあ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 こんなもんか。おパン屋、俺パン屋。人気のないとこ行かん。いいよ。ナッシー、ノジャジャ。ナッシーについてってもあれだからノジャジャについてこう。来るんじゃね。ふわふわわ。おいお前ナッシー噛んだぞ。え、なんで。おい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 、下見に行こうぜ。じゃあ行こうぜ。貨物室脇、今マミーに行ったんだぞ。噛むってよ。おい噛んでんだろ。心電図見ていいんだっけ。見ようぜ。心電図見ようぜ。見ようなこれで心電図あれ一番おもろかった。俺じゃない、俺じゃないって俺はここを動かないことによって白を取る。アンジニアス、カモンボーイ、全然動いちゃう。ま、電気耐久でもしようか。俺がこの世界の電力を握る。かわいいね。もうかわいい。やば。え、なんか、ビリーブ歌う小学生並みに体揺れる。アンビービフューチャー信じてるって。わかる？この体の揺れ方。女子中学生合唱の時、体めちゃくちゃ揺らしがち。え、本当にパン屋？おや、二人いた。こんにちは。結局パン屋だったんやけさ。マジで？じゃあイビルで抜くわ、後で。任せろ。めっちゃ変よ。残り誰？待て、残り誰？トーマス君。ナッシーと誰？ナッシーと誰？トーマス君、ケント君。オッケー。はい、はい。俺ダブルキラーだよ。俺ダブルキラーだし、ビルゲスターだし、あれ、ヴァンパイアだよ。俺はイビルゲスターだよ。多分ガチでダブルキラーだと思う、この感じ。本当ね、俺ダブルキラーだよ。だから逃げてる。いや、マジでこれ本当にしょうもないヘルスか。ヘルスか、本当にしょうもないよ。やばいやばい。あ、もういやもうキルできるから大丈夫大丈夫。お？大丈夫大丈夫ですか？もうキルできるから大丈夫大丈夫。リキ君。ちゃ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 、ヘルスから一生つけます。鬼ごっこしてた。これあれじゃない？アーケンさんどこ？展望デッキ。展望デッキ。ですか絶対無理。え、いやまあどうだろう、まあ初動で噛んで放置できるよ多分。確かに。え、結構初動だったくない俺たち。左なら。陰キャとノジャジャは多分絶対無理。俺も無理。無理さ直してたね。俺耐久ひたすら初号機電気耐久してた。ヘルスカって初手脇どこだっけ？外部だっけ？もう忘れた。違うわ。あ違うわ。ヘルスカ左しか左の方から来たわ。わかんない。わかんない。忘れちゃった俺。外部じゃない。死体の位置は外部だ。展望デッキ。展望デッキ。アーカイブだわ。じゃあもう絶対。ナッシーはセキュリティールームでトーマス君とデキオコさんとすれ違った瞬間に通報が入った。トーマス君とデキオコさんとすれ違った。自分はどう向かってたの？ナッシーは電気室のタスクを終えて、キッチンに向かって左にセキュリティ通ってたら、トーマス君とデキオコさんが話して、まあ、じゃあ割と、まあ、可能性ありだよね、その辺の人たちは、その二人は。バスデッキ。そう。いや、まあ、ヴァンパイアかもしんないし、普通に。はい、見に行く。もうやばい。いや、まあ、別にそ、なんか普通に、どっちかつっちゃってもいいような気も。コノは？私、メインホールで2つのタスクをやってる。暇人の声が最後に聞こえてる。暇人は私の声聞こえてなかったかもしれないけど。宿舎前で湧いて、エンジン武器庫キッチンで行って、キッチンでアーケンさんと会って、で、敵を右に抜けてって、で、俺がアーケンさんに、俺パンやねって嘘ついて遊んでたのを覚えてるから、あるとしたら、いや、ナッシーを多分まだ入れてないと思うから、そうだね。コックピット金庫からの弁当か、ぐらいかな。俺の。弁当はまあ、ぶっちゃけあるから、そうなんだよな。ぐらい。デキオコトーマス吸ってもいいんじゃないこれ。一旦デキオコさん、何時か。裏だった時にトーマス残したいもん。
ああそうなんだ。じゃあバンパイア、いやバンパイアキルじゃない、バンパイアキルじゃない、これこれ違う違う。剣族が噛んだのかな。剣族死んでるはずだから普通にボタン押しにって確認はあり。なんか言っときゃよかったわ俺も。無言の方がいいかなって判断しちゃった。じゃあこれトーマス死んだってことかな。あ、ワンチャントーマスかばったから一緒に話してたって言ってたから、わざわざセルフっていう風に匂わせたから。ヴァンパイアキルではございませんだな。何回のじじゃ毎回あれ、あ、トーマス、トーマスバンパイアだった、トーマスバンパイアじゃない、剣族か、はいはい、で、バンパイアキルじゃ、ちなみに、ちなみにバンパイアキルではございませんでした。え、だったらトーマス君キルじゃないの。キルじゃない、だトーマスが殺してるから。アーケンさんの着にいたみたいな話してるから。まあそれかもね。じゃあいいかも。いや、トーマススローかなっていう風な糸の釣り、なんか剣族じゃないかもしんないから、はい、はい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 、まあナッシーが一緒に話してたって言ってたし、多分まあ眷属で情報共有してた。まあ2落ちてるんだったらハッピーかな日。まあ別にもう情報ないからないから、まあまた紙が発生するまで、うん、誰かよろしくねー。は、昇降機の電気いるからよろしくねー。出口出口出口何、昇降機の電気、あーそうか、あらな、終わりねえわ。俺が電気を消える、消える、消えるじゃない。俺は電気をつける。関西電気法案協会。もう一個。そうだろう。ストップ、ストップ、プリーズ、ストップ、プリーズ。オッケー、オッケー、かい。よし、よし、よし、よし。落ち着こう、落ち着こう。俺はまだ行きたい。俺は電気をつけたり消したり、消したのをつけるだけやから、クンさん。まだ俺は殺さなくていいと思う。わかった、わかった、わかった。クンさんがここ来たことは俺一切言わない。だから、頼みます。俺をちょっと生かしてほしい。ありがとう、ありがとう。俺は電気の邪魔をしない。わかった。わかった。電気消えても、10秒はつけ直さない。待て待て、わかった。だ、20秒、20秒電気は直さない。20秒、20秒電気直さないから。オッケー、約束しよう。一回、オッケー、オッケー、よし。なんで俺、クルーメイトは、なんで、暇人となんか約束したことになっちゃったんだけど、俺。何かの交渉が行われたらしい、俺は。なし、今、やばい？もう勝てる気しないなし。いや、なんでそんな不審な笑い方なの。クソ怪しいんだけど。なんか 人いないところがいいな、これ。人いないところがいいんだ。なし、結構黒読みしてるから。あ、そうなの？だって、あの、ペンめっちゃ人が多い。入れてる、だって、デキオクアヴァンパイアで、ペン族知らない黒がトーマス君に入れるのは普通のことだよね。ああね。これで、まあ、クンさんが人狼と。クンさんが人狼だから、1、2、3、4、5、6、7。ちょっと待って、俺が直したんじゃないのに。俺じゃない。俺は直してないぞ。俺は直してないんだ。お、一瞬で直んねえだろうな、これまさか。ん？早くない？なんか。俺は直してないのに、誰だよ、勝手に俺じゃないんだ、俺じゃないんだよ。わかったわかった、次俺が妨害する、直すの。わかったわかった、いやマジでマジで俺が妨害します。わかった、30秒妨害する。オッケーオッケー、わかった、俺30秒妨害、俺が妨害する、妨害する、よし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 。ピカチュウ人狼だと思うからやりたいんだけど、普通に見つけたらやろう。あ、上で上で人、お、上で殺したよ一人。上でちょっと、あ、俺が締めたからガチっぽいやけこれ、誰かが締めたから。じゃあボタン押した。ボタン押した。え、そうで噛んだよマジで。いいの？え、ちなみに左で噛んだから下こっちにないよ。ないって。ナイス。ナイス。そう。ナイス。あ、
絶対そこだろ。絶対あの団子のところにいるだろ。あのさ、あのさ、サボタージュ向かう時のナッシーの動きやばくない？やばい、マジでやばい。ナッシー、ナッシー待って待って。はい、ナッシー行くろ、ナッシー行くろ、ナッシー行くろ。はい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 。え、じゃあ多分ナッシー行けるかってな。ナッシー行くろでーす。でも俺なの？は？どう俺なの？まあ剣族のトーマスクに入れたしな。まあ一応待つか、ちゃんと。んお前はいるじゃないんだ。何を待つの？早く抜けよ、もう早く。もう占ったんだからもう終わりだよ。よし、あと一つ。普通に失敗しとる。まあまあ時間あるしな。え、俺占いじゃないよ。もう1。だったら役出ていいんじゃない？役出ていいんじゃない？母さん人狼じゃないの？リビアがナッシュを撃った可能性あるよ。あるよね。フルメイクだ。そうだそうだそうだ。な、何？暇人なんで俺人狼だと思ったの？いや、だってあんな近づき方していたら明らか殺しますよって感じだった。俺暇人と会ってないよ。死亡してたのに。え、違うの？え、会ってないよ俺。何？殺しが発生すればもう分かるんじゃない次。嘘。いや、会ってないわ。嘘だろ。あの無言のやつは誰なんだよ一体。いや、スキップで。スキップで行こうか。まあ別に、好き。もう助けてやりゃいいんじゃね？終わるでしょう。なんか、ただただナッシーが吊るされたみたいな、吊るし上げられたっていう。何のあれもなく、アッシーが、なんかナッシー潰された。ナッシーの動き怪しすぎたんだよな。行くか。トイレでも入ってようかな。お前、その動き方は黒。俺、上に来ただけだろ、こう。下に行けよ。よし、下行くわ。はい。いろん、でかくねこの鉛筆、今思ったけど。この鉛筆でかくね。ヘルムさん。シャカシャカシャカって入れてる、はい。ああ、やっと生きてたわ。ずーっとさ、はい、俺さ、はい、言いたかったことあってさ。はい。いやいや、なんか、ずーっと通報されてなかった、俺の時。そう。だから言いたいことがあったんだけど、ちょっと待って、ね。ひまじさんもいるよ。今日はこのデカデカビッグ鉛筆を使っちゃったんだけど、はい、インゲさん、インゲさん、ひばじさん、インゲさん、インゲさん、つまらねえなぁ。インゲさん、昇降機で、急にひばじさん下いると思ってたでしょ、でしょ、ごめん、あの上に、昇降機にあるデカデカビッグ鉛筆について考察してたら、インゲさんが急にデカデカビッグ鉛筆、何だあるんだよ、昇降機に。え、これてか、なんか、あいついんのかな、ジャッカル。あ、ジャッカルいるわ。あ、そうだ、頑張って。いやいや、わからん、死んじゃうかもしんない。あ、やばい、多分ジャッカル殺したかも、今なんか、ノジダベノム、どっちかジャッカルかもしんない。なんかね、ノジダがね、ベノムに相談してたのよ。なんか、ジャッカルや。多分ジャッカルで身の上話してたのかも。まあ、一旦ジルを殺すのは大丈夫だから、まあいいんじゃない。大丈夫、大丈夫。別にこれでジャッカル勝つこともないし。うん。あ、終わった終わった。ジャッカル、ジャッカル、はい、あれ難しいんだよな。ずーっとピカチュウ殺そうとしてたんだよな俺。でもナッシー普通にナッシー一人が死ぬか、剣族とヴァンパイアが死ぬかだったから、割とナッシーが死ぬ方が良かったかもしれない。あ、確かに。でもナッシーあれだよ、イビルゲッサーだよ。でもあのトーマス、お前のイビルゲッサーじゃん。お前のイビルゲッサーじゃん。トーマスのヴァンパイアじゃん。確かに。